皆様、こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。毎日暑い日が続いておりますね。急になんか春をすっ飛ばして初夏なんじゃないかと思ったりなんかします。お天気が良くて、青空でね、気温が上がってくると、外に出たいなぁなんて思ったりするんですけど、日差しも強くなってきたの、紫外線対策が気になるお年頃ですね。はい。そうでなくても春はいつも油断しちゃうので、気がついたら時計焼けとかするんですよね。今ちょっとうっすらあるの分かります？もうすでにやっちゃってますよね。気をつけなければいけないなと思います。ひょっとしたらこれ去年のなのかもしれないけど、ここに跡が。私、いつもおじいちゃんのね、形見の時計をしておりましてですね、お守り代わりにつけてるんですけど、なので、自転車を運転するときはいつもなんか事故ったら怖いなとか思って、ついついつけちゃうんですけど、気がつくと、こんなところに。とか、あと、癖でいろいろと、自分の癖ですね、ここ肘ついちゃうとかっていうところに、やらかしちゃうときがあります。なので、気をつけなきゃなと思っています。とりあえず紫外線とか、こうね、ドレスを着るときに、ファンデーションを上から塗らなきゃいけないようなことにならないように頑張りたいと思います。つまりはですね、夏場になると襟ぐりの空いたものを着るわけなんですよね。冬場は首が詰まってるものを着るものが多いかな。あとはマフラーとかしちゃうからね。冬の日差しに比べれば春の方がよっぽどきついので、気がついたらその襟周りの跡が焼けちゃったりなんかして。で、ドレスはもっと襟ぐりが深いので、場合によってノースリーなので、それで、焼けちゃったと思って、ここにファンデーションを塗ったりとかすることがあるわけなんですね。はい、裏話なんですけども。なので、今年はそれがないように頑張りたいなと思います。うちの生徒さんでね、すごいね、日焼けを気にされてる方は、年中日焼け止め塗ってらっしゃいますね。私、日焼け止め嫌いなんですよね。化粧も嫌いで、いつもすいません、すっぴんで申し訳ないんですけど、実はね、何かを塗ることが嫌いなんですよね。世の中で言うとみんなそうかもしれないんだけど、だけど我慢してこうやってる方の前で申し訳ないのですが、なんか日焼け止めってペターってしません？なんか肌が呼吸できない感じがして、お化粧も同じ感じでね、舞台以外ではなるべくつけたくないなぁなんて思ったりなんかしてます。一時期受付嬢をしてた時にだけは頑張ってお化粧しましたけど、夏なんかお化粧したら死にますね。で、夏はマスクもきついなぁなんて思ったりするんですけど、もう今の時期からすでに辛いので、あったかくなったのは嬉しいんですけど、冬が恋しくなってきました。なかなか。の生徒さんは寒がりさんが多いので、皆さんレッスンの時にね、あったかくなって嬉しいですって言ってらっしゃる方が多いです。なのでね、冬と夏だったら夏の方がお好きな方がね、多いので いや、みんな、みんなとか思ったりするんですけど、私も別に冬が得意なわけではないんだけど、冬は、そうですね、冬になると雪が降ったりとかすると、スキー場に行きたいなぁなんて思ったりします。なかなか行けないですけどね。今ね、情勢もこんな感じでいろんなことがあって、はい、テレビをつけたらもうどっちかの話題ですね。ウクライナか。で、このウクライナさんなんですけどね、本当は、数年前の話になるんですけど、ウクライナで、ちょっとオケとね、コンチェルトするお話があって、で、それを楽しみしてたんですけども、ちょっと情勢がよろしくなくなったので、延期して、で、一旦良くなってきたかなと思ったら、またちょっと怪しくなってきて、また延期してる間にこんなことになっちゃったので、ね、本当に、ほんの数年前まで、普通に海外に演奏旅行を向けてたのが、今はね、かなりいつ何が起きるかわからない状況になっちゃって、明日がわからない、こんな時代が来るとは、というよりかは、本当は元からそうだったのかもしれないんですけどね。早く穏やかな日に、戻ってほしいって、無理なのかな、どうなのかな、戻ってほしいですよね、本当にね。コロナとは共存していかなきゃいけないのかなと思ったりするんですけども、できれば、そういうね、内戦とか戦争とかそういうものがない世界っていうのが一番いいなぁなんて思ったりなんかしています。さて、こちらの3月26日の昭和の歌のコンサートなんですけども、
大阪府ね、マンボもね、無事ね、開けますし、で、こちらのコンサート予定通りさせていただきます。で、ちょっとね、演目が変わるかもという連絡が来ておりまして、皆様に演目が決まったら、ちらちらと公開していきますね、と言ってたんですけども、当日の楽しみということになるかもしれないですね。で、よくね、うちのノコギリの先生とかがね、当日にプログラムを、なんていうかな、発表じゃないな、その場でこう展開していくことがあるんですけども、そのスタイルに近いのかな。当日多分プログラムがあるので、会場に行けばわかるので、うちの先生のやつとはまたちょっと違う感じにはなるんだと思うんだけど、少しライブ感が強めの感じになるのかな。いつもと違う演目、演出を楽しんでいただけたらと思っております。さあ、手のこぎりもしっかり練習しなくちゃ。ということでですね、この日は私も多分ね、今のところの予定ではフルート3種類ぐらい多分使う形になると思います。皆様には初めてお見せする楽器もあるかもということで、楽しみにしていただければと思っております。それでは皆様、またね。